今日はカレーライスを作っていきたいと思います。このカレーは最近トップバリューイオン系列のトップバリューのトップバリューにハマってまして、ちょっと安かったので今日はこのカレーを使っていきたいと思います。はい、じゃあじゃがいもとのにんじんを切って簡単にカレー用品。我が家はカレーの日は月3回ぐらいありますね。一番簡単でいいです。カレーはみんな大好きですし、カレー今人参とじゃがいもを切ってました。あとは今日は何にしようかな。サラダ、芋サラダも作りたいと思います。芋サラダは結構みんな好きなので、マカロニサラダとかも好きなんですけど、芋サラダとかも結構好きなので、今日はポテトサラダも作っていきたいと思います。切り終えました。じゃがいもと人参。てかちょっと待って、きゅうり買うの忘れたわ。ポテトサラダ作ろうと思ったけど、やばい、きゅうり買うの忘れちゃった。肝心なきゅうり、どうしよう、何にしよう。きゅうり買うの忘れちゃいました。ありゃ、どうしましょう。ほうれん草にしようかな。あ、これもトップバリューです。ちなみにトップバリューのちょっとほうれん草とツナあえにしたいと思います。今日はちょっとポテトサラダ作るのやめます。やばい、なんで忘れちゃったんだ。じゃあお肉と炒めていきたいと思います。さっき切ったじゃがいもを入れて、ちな、今日ポテトサラダやめるね。きゅうり買うの忘れちゃった。最近料理を作りながら、ちょっとお酒を飲みながら料理作るのにハマってまして、やばいですよね。我が家は最近ほぼトップバリューのものばっかし使ってましたね。やっぱいいですね、トップバリューとか。結構イオン系列で最近なので買い物してました。安いですし、もう食材も最近高くなってるので、ほんと便利です。ありがたいですね、トップバリューの商品は。はい、アク取りをしていきたいと思います。アクが結構出てました。わさびとかからしとかも全部トップバリューを使ってましたね。5人も家族がいると食費は結構かかっちゃうので、節約していかないと思うとやばいですね。あ、みりん買うのも忘れた。やばい、みりん買うのも忘れちゃいました玉ねぎ、玉ねぎを入れます。ほんと最近あれですね、卵も高くなってし、ま、なってるし、何もかもが高くて、ガソリンも高いですし、大変です。ほんとじゃあルーを入れていきたいと思います。いや、本当は辛口なんですけれど、辛口がいいんですけれど、やっぱ子供たちがあまりにも辛いと食べれないので、いつも中辛と甘口を混ぜてるんです。なので今日ちょっと2つ買ってみたんですけど、いつも2つ買ってるんですけれど、ちょっとルーを入れていきたいと思います。
初めてですね、でもトップバリューのカレー。今日たまたまちょっと目に入ったので、トップバリューが。なのでちょっと、どんなのかなと。いつもはバーモントとジャワカレーとか使ってるんですけれど、今日は初めてのちょっとトップバリューのカレーにしたいと思います。やっぱカレーはいいですね。一番簡単に作れるので、仕事で帰ってきた後は本当仕事疲れて、夕飯とかはもう本当大義になっちゃうので、カレーはもうカレーだけでも全然十分でいいので、本当楽ちん。98円です、これ。今日は98円で売ってました、カレーで。あー、でもすごいいい香りがしてます、カレーの。今度からやっぱ節約のためにはこのカレーを使った方がいいのかな。食べれたらいいやみたいな感じなので、我が家はそんなこだわらない、こだわらないですね。うん、まあ、ルー入れましたね。結構美味しい、いい感じにできました。こんな感じかな。で、完成しました。試してみたいと思います。うまい、うまいです。安いカレーだけど全然いいです、美味しいです。完成しました。よし、あとはじゃあほうれん草、カレーは完成したんですけれど、ちょっとね、あの酒を飲む人もいるので、我が家に酒を飲む人のためにちょっとほうれん草を使って、ベーコンもあるので、ちょっとほうれん草とベーコンのバター焼きをしていきたいと思います。簡単です。ただバターでベーコンとほうれん草をあえていきたいと思います。これはあの弁当の材料にもなるので、ちょっと弁当分を取っといて、でもカレーできたよね。もう食べるのがいい、お腹すいた。はい、完成しました。ベーコンとほうれん草のバター炒め。あとはいいかな。ああ、もやしか、もやしもやろうかな。もやしとシーチキンの和え物。どう、おいしい？おいしいみたいです、カレーは。もう味見してる人いました。あとはもやしソテー、もやしとツナの和え物していきたいと思います。トップバリュー、なんか今ちょうどエナから LINE が来まして、今日夕飯いりませんって来ました。友達となんか食べてくるみたいです。まあ、高校生になったらね、やっぱ友達優先ですよね。まあ、自分もそうだったんですけれど、やっぱ寂しいですね。みんなそうやって大人になっていくんですね。よし、はい、じゃあもやしが茹で上がりました。あっちー、我が家はあのもう一品欲しいときはいつももやしと玉ねぎとシーチキンの和え物にしてました。これほんと簡単でいいんですよね。これみんな大好きなんですよ、実は。これを入れて、あとはあのドレッシングで和えるだけです。こんな感じで、あとはこれ和えるだけですね。これほんと大好きなんです、皆さんは。
私も大好きですね、これ。もうほぼ毎日食べてもいいみたいな感じで。これで完成でーす。ちーさん、はい、ご飯できたよ。うん、食べるよ。はい、今日の夕飯はこんな感じになりました。いただきたいと思います。よし、じゃあいただきますか。食べて。はい、いただきましょう。うん、辛くない？うん。うん。いつものカレーとどう？味。変わんないでしょ。このカレーあのトップバリューのカレーなんだけどさ、全然あれだよね、普通に美味しいよね。うん、辛い辛くない、うん、なあ、やっぱ今度からやっぱこのカレーにした方がいいのかな、まあ、食べれればいいみたいな感じでしょ、うん、トップバリュー最高だ。ママ最近さ、トップバリューにハマってんだって、あのイオンの。この前テレビ見てたらさ、そのトップバリューのなんかやつが入ってて、あ、トップバリューいいなと思って、それからちょっとハマるようになった。何トップバリューって？こういうマーク、わかんない？わかんない。わかんない？イオンに結構ほら、買い物行ってんじゃん最近、マックスバリューに。うん。これが一番安いんだって。だから最近このトップバリューばっかりあの買ってんだよね。わさびとかもトップバリューだし、醤油もトップバリュー。いいんだよね、安いし。我が家には、うん、最高。トップバリュー最高。もうこのもやしもほらトップバリューだからね。これも、そうそうそう、ほうれん草もトップバリュー、うん。この前カップラーメンもさ、トップバリューのカップラーメン買ってきた。あの、貯めてる。買いだめしてきた。トップバリュー最高。だね。うん。